はい、お世話になります。T1 チャンネルです。本日は畑を作っていきます。鶏ふんとバーク堆肥、ご覧のように、これだけの畑の面積に対してバーク4、鶏ふん4、これを入れて、あと石灰と、一緒に耕運機で畑を耕して野菜を植えていきたいと思います。それではまず、鶏ふんの袋の開け方。クワで、こちらの、ここら辺をこうトントントンと。はい、それでは鶏ふん撒いていきます。続いてバーク堆肥を撒いていきます。この袋はまたゴミ入れになるので、きれいにハサミで切ってもいいですけども、ハサミがない場合はスコップなどで開けることが可能。よいしょ。はい、それでは続いて有機石灰を撒いていきます。はい、それではホンダの耕運機、お豆を使って耕していきます。畝作り、畝立てを紹介したいと思います。それではやっていきます。60センチぐらいの畝の幅で作っていきたいと思います。クワの入れ方なんですけども、まっすぐ入れてスッと持ち上げて、ここでスッと下ろす、スッと入れてここでポンと下ろす、下ろしたいところにポンと落とす。これを斜めに、畝を作りたいからってこうやって斜めにこうやってクワを入れてこう持ち上げてしまうと、手と腰にものすごく負担がかかって、一畝作ったらもう肩と腕と腰がやられてしまいますので、必ずまっすぐ振り下ろしてというか、もうクワの重さで大丈夫です。クワの重さですっと。それで掘るとこだけ見るんじゃなくて、少し遠目を見ながら、まっすぐまっすぐに、後ろも気にしたり前も気にしたりしながら、全体を見ながらまっすぐ畝を作る努力をしてください。こういった小石、これぐらいの大きさでも必ず見つけたら取り除いていく方が、畑を作っていく上で何年もするとだん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 良くなってきますので、取り除いてください。それから畝と畝の真ん中は、この自分の長靴を横にした状態でこうスリスリこすらせて、まっすぐ整えてやります。これをね、掘りながら行ってもいいです。畝をこう立てながら、この靴で横に滑らせながら、この真ん中の道を確保する通路をね、畝の溝をこれでこう確保しながらやっていくと、畝の真ん中がどこも均等になってきれいになります。はい、それではこの畝を、今度はこのクワを使って平らにしていきます。最初に低いところでちょっとこう土を持ってきて、ある程度レベルを揃えてやります。で、引っ張ってもいいし押してもいいし、最後こうピタッと止めるんじゃなくて、山になりますから、スーッといったらピタッと上げる。
こうポンと、そうすると平らになりますのでね、高いところの土をちょっと最初こうね、うまいこと高さを揃えながら、これぐらいで、ちょっとここ盛り上がって、こういうのをスーッときれいにして、これで1本目の畝が出来上がりです。少し曲がってますけど、これぐらいできたら十分だと思います。この60の幅、約60ちょいかな、60ちょいぐらいの幅にすると、マルチも使いやすいですし、野菜も2つ埋めやすいし、真ん中1つでもいいですね。60の幅が何でもこう私にとっては都合がいいので、だいたいこれぐらいの畝を目安にいつも作ってます。玉ねぎとかね、もう少し広めに作ったりしますけど、だいたいこんな感じでしょう。それでは次の畝を作っていきます。はい、それではこちらの1、2、3本と畝を作りました。60、50、だいたい45ぐらいの畝幅です。だんだん小さく畝を小さくしてますので、植えるものやちょっとその時に合わせて植え付けをしていきたいと思います。それでは私3本作りましたので、今カメラを撮ってるカメラマンが残り2、3本作ってもらおうと思います。はい、それではどうぞ。よし、雑草を食べるんだ、雑草を食べるんだ。それ水菜だ、それを食べたらいけん、それを食べたらいけんって、雑草を食べる、雑草、ほら雑草を食べてごらん、そう、はい、こちら私が畝を作った3本の畝になります。で、こちら3本がカメラマンが作った畝になります。せっかくきれいにした畝も鶏の足形だらけになりました。お、だいぶ上手になったじゃん。カメラマンもだいぶ畝立てが上手になってきました。はい、それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。